はい、ということでおはようございます。ということでね、まあ僕の一日をお見せするって言っても本当の一日をお見せするんですけど、何もしてないですよ。就職が決まったって言ってたじゃないですか、来年から。で、その、まあ、就職先でトラックをちょっと運転しないといけないということで、あの中型の免許を取らないといけないんですよ。で、あのトラックの中型の免許取らないといけなくて、今僕その取るためにあの車高通ってます。はい、で車高通ってて、で今から車高です。あと20分ぐらいしたら、うん、あのちょっと撮影をちょっと今ね休んでて、中断っていうか今撮影してなくて車高に通ってます。はい、多分ね車高のトラック運転してる中は絶対に映せないと思うんで、はい、そこはちょっとご遠慮ください、すいません。はい、車高ついたら回そうかな、カメラ。はい、もうそろそろ行かないといけないので、ちょっと車高の方向かっていきたいと思います。すいません、すげえ。はい、ということで自動車学校着きました。はい、15分ぐらいで始まりますね。ちょっとあと5分10分ぐらいここで車で待機したいと思います。トラックの運転はもう2段階行ってまして、はい、今路上走ってます。第1段階はあの場内を走って、で第2段階は路上を走ってみたいな感じなんですけど、もう場内は終わって今路上を走ってます。はい、マジで自動車学校とかみんな懐かしくてね、これ懐かしくない、こういうところ、ここ場内ですね。あと3分ぐらいしたら行こうかな。はい、ということで、じゃあまあ中はね絶対回せないんで、また自動車学校終わってから回したいと思います。ということで、じゃあ車高トラック運転してます。頑張るぞ、先生。つなげ。はい、ということで今車高が終わりました。で今日はねちょっと少なかったんですけど、乗る時間が、まあ、いつもなら本当に夕方ぐらいまで乗ってます。ちょっともうお昼が過ぎちゃったんですけど、お腹が減りました。お昼食べてないんで、何食べようかなと思って、言うて車高行ってるの僕の地元らへんじゃないんですよ、結構離れたとこなんですけど、ご飯探そうかな。まだ何食べるか決まってないんですよ。あのもう少ししたらその奥さんが仕事終わるん で仕事を迎えに行って帰るみたいな感じですね。まあいつも流れですね、こんな感じで。はい、ご飯ちょっと決まったらまた回します。せのせで次。ちょっとすんません、ご飯食べに行くって言ったんですけど、ちょっとご飯食べに行く前になんかもう俺の奥さんがもう仕事終わったみたいで、ちょっともう仕事あの迎えに来ました、仕事場に。ちょっとご飯食べる前にもう奥さんを迎えに来て、そこからご飯食べて、まあ、帰るって形になりますね。はい、ということで、じゃあまた回したいと思います。次。はい、ということで、ご飯を食べに行くと言って、ここに来ました。僕の奥さんの実家です。大阪にある塩源水っていうラーメン屋、知ってますか皆さん。エスポンと記憶行ってたんですけど、それのなんとレトルトっていうか、あの鍋でできるやつが売ってて、ほら見える、まあ、こうやって見せるか、ほらこれが売ってたんですよ。これを取って即座に購入しました、僕は。はい、ということで食べたいと思います。いただきます。あー、どうしたの、うまい、じゃじゃーん。ペテちゃんです。こんにちは。わ、こんにちは、こんにちは。おるすね、ごめん。うまい。今から帰るのめんどくせえな、遠いし1時間ぐらいかかる。運転じゃんけんしとく、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ。うまくつった、負けてもうたかな、おんめえな、おい。ほら、はい、あ、危ない危ない、ジュー君、その食べたらダメ。はい、ジュー君、ここ、こんにちはして、こんにちはして、はい、ほら、見て、ここ、あー、あー、こんにちはして、うめえめえめえ、くさ。ジュー君、ここ見て、ジュー君見て、ほら、違う、持ち方が悪いんよ、持ち方悪いん、もっと可愛く、ジュー君見て、ほら、ここ見て、ジュー君、ここ見て、こんにちはしてる、あ、こんにちは、ジュー君、こんにちはして、トイプードルね、うん、以上、ジェシーの時間でした。2匹買っとるやんね、かわいい、ロングコートチワワとティープードル。
もうご飯の時間いいけ。ジェイ君も紹介したもんね。ジェイちゃんも紹介したからもういいですか。ゆっくり食べていきたいと思います。タゲびっくりした。びっくりした。ぐちゃってなんだよ。なると思うよ多分。思いっきりやって声かかるんだよ。いったぁ。いってぇ。痛かった。でも意外といけるもんやね。躊躇してコンコンで何かもしたら痛い。卵割るとこう飛びたいっていうだけです。次こんにちは。はい、ということで今ちょっとお出かけしてます。ちょっと氷見の方に行きたいと思います。近いんでね、30分ぐらいで行けるんで。あ、海、海、あ、見えんだ。見えちゃうの、見えんの。マジでいいな、今日マジで。ちなみに、今からもう帰るんじゃなくて、奥さんの実家でご飯食べてから帰ろうかなと思います。ちょっとめんどくさかったんでね。海や遠いな。あれ何、あの橋かっこいいやつ。え、俺も思って。あー、見えるかみんな、これが日本海だよ。ということで今から氷見の何やったっけ、雨嵐海岸やったっけ。違うよ、あれ番屋街。番屋街か、それは違うんか。雨嵐海岸は違うんか。あの番屋街ってとこに行きます。なんか氷見の有名燃料、そこに着いたらまた回したいと思います。やべ、くっそ眩しい。あー、太陽が。次到着しました。氷見番屋街です。はい、まあちょっとゆっくり中見ていきたいと思います。次ヘルボローザーです。ヘルボローザー、はい、ヘルボローザー、はい、ヘルボローザーということで。いつごろの肩こりですか。肩こりです。骨盤矯正来ました。整理やってくれるんですよね。はい、ありがとうございます。めっちゃ緊張する。やってください、お願いします。はい、じゃあつけといていただいて。痛いです。はい、9年10年です。そんなに長いことやっておられるんですか。結構見ます。何してます YouTube は。僕ちょっとマイナーのしか見てないかも。そうですね。はい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 、言いたいところ、言いたいところで言ったら。そうですね。すごいやばいらしいよ。二人ともひどいじゃない。二人ともやばい。だって前に出たもん。骨盤やってきました。いや気持ちかったわ。やっぱり凝っとるって言われたわ。左がやっぱ特にって、左のその腰から上が俺すごいらしいわやっぱ。やってもらったのはカイロプラクティック山田力也さん、いいんかな、まあいっか。富山県氷見市でやってるらしいわ。皆さん興味あったら行ってください。植栽いつもみたいなとこ来たけど、したのがあの骨盤の矯正っていう。まあいいんじゃない。もう何もなかったもんね、なんか遅すぎて。もう夕方やしね。でもちょっとあのほら、あのめっちゃでっかいブリとかカニだけのインサートだけ撮ったから、ちょっとそれだけ見て。ブリ6万円やって。買えっかよそんなもん。誰が買えんってそんなん。年収1億あったら買うわ。ということで帰ります。帰ってもうご飯か、まあ、とりあえず帰りたいと思います。はい、ということで次。はい、ということで帰ってきました。ご飯食べたいと思います。いただきます。はい、
ダメですね。鍋うまいな。何時に帰ってきた？僕は12時半ぐらいに帰ってきました。ポン酢が好きでね。僕ポン酢大好きなんですよ。僕もかけるも好きなの。はい、何にでも俺ポン酢かける。やっぱりじゃあライブ放送してるみたいな、こっちが緊張してもんや。全然大丈夫ですよ。なんかもうすでに誰かに見られてるかと思って。それでなんか変なこと言ってもそこだけカットできるんで全然大丈夫です。あ、映ってますよ。何回も見るんじゃないか。俺だ、俺だ。でも多分出るの多分だいぶ後ですよ。多分12月になってますよ多分。あ、ほんと。ということでゆっくり食べていきます。バイバイ。はい、ということで、ご飯も食べて自宅に帰ってきました。あ、疲れたね。遠い1時間ぐらい帰ってきて、もうあとはね、今ちょっと洗濯機も回して洗濯干してもう寝るだけか。はい、こんな感じで1日終わるんですけど、もう僕の奥さんが、あ、これ僕の奥さんが大好きな人なんですけど、ごめん噛んだ。チョチプッキーです。すいません、チョコチップクッキーを言い換えてチョチプッキーです。うちごうちごうちごです。チョチプッキー、これね、なんかカルディとかに売ってるやつやろ。輸入品、ヤマヤとかにも売ってるね。お酒のヤマヤで買ったんですけど、これが僕の奥さん大好きみたいで、もう見た時はもう目を輝かせて、もうね。ということで、まあ以上なんですけど、疲れましたね今日本当に。以上で僕の一日終了でございます。すみません、何もしなかったんですけど。はい、ということで本日の動画、宇田先輩来年からも頑張ってくれと思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。概要欄から SNS のフォローもお願いします。コメントどうしようし待ってます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。響き渡る